ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、宇宙船って知ってるか？宇宙旅行とかできるやつでしょ。お金持ちだったら乗れるかもしれないやつね。それは宇宙船なんだぜ。私が言いたいのは宇宙船の方なんだぜ。宇宙空間を飛び交っている放射線のことなんだぜ。ああ、そっちの宇宙船の話ね。人体には有害だってどこかで聞いたわね。でも、地球には大気や磁場があるから守られているなんて話だったわね。まさに霊夢の言う通りなんだぜ。ところで、その宇宙船がどうしたの？実はこの宇宙船と地震活動との間には、何かしらの相関関係があるかもしれないそうだぜ。前に地震活動と磁場の関係に関して話したと思うけど、この宇宙船の強度の変化を観察すると、地震活動との関係がわかるかもしれないそうだぜ。ということは、宇宙船の観測をしっかりしていると、地震活動に関して何かしらわかるかもしれないのね。実は、磁場の変化が起きた後に地震が起きた例が、過去にも起きていると言われているんだ。実は、阪神淡路大震災と同じ前兆が起きていて、7月にマグニチュード7の巨大地震が、日本を襲う可能性もあると言われてもいるからな。確かにいつ地震が起こってもおかしくないものね。この宇宙船の観測でもっといろいろなことがわかると良いわね。ところで、阪神淡路大震災ってどんな地震だったかしらね？いろいろな地震の話がありすぎてわからなくなってきたから、詳しく聞きたいわね。それじゃ今回は阪神淡路大震災に関して話してみよう。よろしく頼むわ。阪神淡路大震災は、1995年1月17日に起こった地震だぜ。六甲淡路島断層帯という断層が、午前5時46分頃にずれることで発生したと言われている。朝早くに起こった地震だったなんて知らなかったわね。西宮市や宝塚市、伊丹市付近から淡路島北部にかけてほぼ全域で大きな地震となったぜ。地震の規模はマグニチュード 7.3 だったそうだ。まさに大地震と言えるわね。後にこの地震に関しては、兵庫県南部地震と気象庁によって命名されるけど、一般的によく言われている、阪神淡路大震災という呼称を今回は使うことにするぜ。私もそっちの方しか聞いたことないわ。気象庁の観測では、兵庫県の神戸と洲本で震度6、豊岡、京都、滋賀県の彦根で震度5を記録した。震度6って相当大きな揺れだったというわけね。震度7を観測した熊本地震よりは、揺れてないってことになるのかしら？実はそういうわけじゃないぜ。当時の観測方法は、震度計での観測は震度6まで行われ、その後の調査で、家屋倒壊率が3割を超えた地域を震度7だとしていたんだぜ。ということは、後に震度7になった地域があるってことになるのね。そういうことになるな。後の調査の結果、兵庫県神戸市、西宮市、芦屋市、宝塚市、淡路島北部の綱町、北段町、一宮町が、震度7と判定されたんだ。かなり広い範囲で震度7だったということになるわね。ちなみに、震度4と当初言われていた大阪府大阪市や、西淀川区、豊中市、池田市は震度6に修正されたぜ。それだけ、現地調査を行った際の被害が大きかったってことなのかもしれないわね。特に神戸市では、壊滅的な被害が出たと言われていて、住宅の倒壊が6万1800棟だったそうだぜ。また、西宮市では2万667棟だったと言われているから、いかに多くの住宅が倒壊したかわかると思う。住宅の倒壊がものすごい数ね。でも、どうしてこんなに多くの住宅が倒壊したの？これは、古い建築基準で建てられていた住宅が多かったからだと言われているぜ。なるほど、耐震強度がそこまで高くない家が多かったのね。この阪神淡路大震災を機に、住宅の建築基準が見直されることになったのは言うまでもないだろう。確かに、物件を借りる時とかに、できれば阪神淡路大震災以降の基準の建物を、借りた方が良いっていう人もいるらしいわね。まあ、確かにより新しい建築基準の方がより厳しくなっているからな。その分、家賃も高いかもしれないから悩むところだよな。昔の私なら、とにかく安いところを借りそうだけど、今の私なら安全な方を選ぶわね。話を戻して、どのような被害が出たか詳しく知りたいわね。この震災は6434人の犠牲者と、43792人の負傷者を出したぜ。ものすごい数の犠牲者が出てしまったのね。建物の倒壊が相次いだことや、時間的にも寝ている人が多かったことも原因かもしれないと言われている。また、この震災では若年層の犠牲者が多かったとも言われている。普通は高齢者の方が犠牲になる可能性が高いように思うわね。学生を含む若い世代が住んでいた家は、古い木造住宅が多かったからだと言われているぜ。なるほどね、学生の単身世帯ならそういったところに住んでいる人も多かったでしょうね。建物に使われている建築手法の違いも、被害に差があったとも言われている。木造住宅でも、プレハブや 2x4 といった工法で建てられていた住宅は、
高い耐震性を発揮したという報告もあるそうだぜ。一言に木造って言っても色々あるわけね。また、地震の後に火災も数多く発生してしまったんだ。やっぱり、地震の後は火災が起きるのね。特に神戸市の長田区は、木造住宅が密集している地域が存在したため、火災の被害が甚大なものになったと言われているぜ。全体では7000棟が焼失したそうだ。7000棟ってものすごい数だわ。でも、いくら木造住宅が密集しているからといっても、どうしてこんなに火災がひどくなったのかしら？理由は数多くあるけど、地震で一度停電した電力が再び供給されたからだろうな。なるほどね。地震で電気設備にダメージがあるところに、停電していた電気が再度送電されて、火災になってしまったということなのね。だから、地震で避難する際はブレーカーを落としておかないといけないんだ。ただ、地震の激しい揺れの後にそういったことまで気をつけるのは難しいと思うぜ。パニックになっていそうだもんね。私なら絶対に気づかないで避難しちゃいそうね。その教訓を生かしたブレーカーも今はあるみたいだぜ。揺れを感知すると自動で降りるものもあるそうだ。そういったブレーカーを導入しておくと安心ね。他にも、火災が甚大なものになった理由としては、上水道の断水も挙げられる。消火のための水が確保できなかったのね。そのため、防火水槽や学校のプールの水を消火に使ったけど、全く足りなかったと言われているんだ。プールの水でも消火には不十分な量なのね。また、神戸市市街地の消防団には、可搬動力ポンプの配備がほとんどされておらず、水を火災現場まで引いてくることができず、消防団独自の消火活動が全くできなかったそうだ。そういった装備は普段は全然使わないから、後回しにされていたのかもしれないわね。さらに、周辺地域の消防車が応援に駆けつけても、消火栓とホースの規格が合わないこともあったぜ。そんなことあるのね、そういった規格は統一してあるんじゃないのかしら。残念ながら、今も統一されていないと言われている。ただ、規格を変換することができる装備もあるみたいだから、特に問題にはならないとも言われている。当時は、そういった装備が不足していたのかもしれないってことなのね。ただ、こういった緊急時の設備は、規格や使い方が統一されていた方が良いようには思うわね。確かに、霊夢の言う通りではあるけどな。さらに、走行する自動車に道路上の消火ホースが踏まれることで、ホースが破損したりして、消火活動ができなかった事例もあったと言われている。せっかく水を引いてきても、そんなことが起こってしまったなんて。こういった理由もあって、災害時は車での移動は控えないといけないんだ。なるほどね、渋滞を引き起こす原因になるだけでなく、そういった問題も起こしてしまうかもしれないのね。結果として、阪神淡路大震災は多くの犠牲者を出した大災害となったけど、実は、被害軽減になった要因となった事項もあるんだ。どういうことなのかしら？発生時刻が冬の早朝だったために、公共交通機関や道路の利用が少なかったし、多くの人を運ぶ新幹線も始発がまだ出ていなかったんだ。なるほど、そういうことなのね。また、火災の被害も、風が穏やかだったことと発生時刻が早朝であったことから、火の使用も少なかったと考えられているんだ。ものすごい火災が起きていると思うけど、これでもまだ被害が抑えられていたってことなのね。さらに、多くの人が寝ている時間帯であったため被害が拡大した部分もあるけど、布団や毛布などの寝具で体を守ったり、守られたりして生き延びた人もいたそうだ。なるほどね、確かにみんなが起きているような時間ならとっさの地震に対して、そのような身の守り方をするのは難しいものね。それでも、阪神淡路大震災は多くの犠牲者を出した大災害だったぜ。不幸中の幸いといった部分がいくらあったとしても、大災害に違いはないわね。ちょっと気になったんだけど、こういった震災が起こった時はどのようなことに注意をすればいいの？それじゃ次は、震災が起こった際の話をしてみよう。地震が冬に発生した場合は、寒さをいかに対策するかが重要だと言われている。大きな地震が発生すると、基本的には家屋の倒壊や損壊によって、自宅での生活ができなくなることがほとんどだと思うからな。その場合は、自治体が指定している避難場所に避難した方がいいわね。確かにそうなんだが、停電などで避難所も暖が取れるかどうかはわからないぜ。それに加えて、感染症の危険性も冬の方が高いことも忘れちゃいけないぜ。確かに体温が下がると免疫も落ちるって聞いたわね。霊夢の言う通りで、体温の低下は免疫力を低下させることがある。そういったことを想定すると、冬に地震が起きた場合は夏よりも大変だと思うぜ。確かに、夏なら仮に外で寝たとしても寒さで凍えることはないわね。さらにこんなことも想像できる。大地震発生時は市中が混乱状態になるだろう。水道、ガス、電気が止まるから当然、電子機器もオフラインになる。モバイル通信に関しては、利用料が跳ね上がるから繋がりにくくなるだろうし、通信設備が被害に遭っていると、当然だが顕在となってしまうだろう。
こういった環境が揃ってくると、いわゆるパニックが起こりやすくなるんだぜ。確かに、不安が不安を呼んで大変なパニックが起こりそうね。地震発生後に自分の身の安全を確保できたら、今度は生存に必要なものを集めることになるけど、スーパーやコンビニなんかの商品に長蛇の列ができるのは有名だろう。ガソリンスタンドやスーパーに人が集まっているのを見たことがあるわ。食べ物を手に入れるためには人を押しのけたり、子供を差し置いたりするものも出てくるぜ。悲しいけどこれは、どこの被災地でもこれまで見られた光景だと思う。生きるためにみんな必死ってことなのよね。空き巣などの犯罪も横行するようになるのも注意だぜ。まあ、いわゆる火事場泥棒ってやつだ。やっぱりそういった悪い人が出てくるのね。窓が割れていたり、戸締まりなんてできない家が数多く出てくるからな。これもどこの被災地でもあるあるな話だと思う。政府の支援が行き渡るまでは、少なくとも数日はかかると考えられるぜ。その間、どうにか生存できるように準備をしておく必要があるってことなんだ。なるほどね。確かに災害が起きてすぐに助けが来るわけじゃないものね。待っていれば基本的には政府の救援が来るとは思うけど。ただ、それを待つ間の備えをしておくのが大事ってことだな。水とか食料は3日分は用意しておくといいとか聞くわね。津波の被害がなくて、自分の車が無事なら車内で暖を取ることもできるだろう。車を走らせずにアイドリング状態で、エアコンではなくヒーターのみ使用なら、軽自動車でも30時間くらいは稼働させることができると思うぜ。もちろん燃料が満タンだった場合を想定しているから、日頃から車の燃料は満タンにしておく方が良いだろう。エンジンをかけなくても、外にいるより車の中の方が少しは安心できるかもね。外よりは絶対にマシだとは思うぞ。ある程度のプライバシーも保てると思うぜ。ただ、車の車内は密閉された状態が続くことになるから、定期的な換気をしないとダメだからな。エンジンをかけたままで何時間も過ごすのは、空気が悪くなっちゃうのね。車は基本的に走って換気をするように設計されているもんだからな。停車している状態で使うものじゃないんだ。それでも自動車は即席のシェルターになるってことを覚えておいてくれ。鍵もかけられるから防犯上も少しは良さそうね。それにラジオも聞けるし、スマートフォンの充電もできるからな。情報収集も車を使ってできることも良い点の一つだと思うぜ。そういった時にきちんとした情報が伝わってくるのは、パニックを防げるのよね。もちろん、こういった状況では SNS の情報はあんまり当てにしない方が良いとは思うけどな。デマが溢れ返っていたりするものだもんね。どの震災を見ても、デマが流れているからこの手の話は震災にはつきものなんだぜ。ほんと悪質なデマは許せないわ。阪神淡路大震災でも、震災から1ヶ月後の2月26日に、震度7の地震が起きるってデマが流れて、大きな混乱を生んだと言われているからな。今はそういう話が SNS で流れたりして、多くの反響を生んでしまったりするから、阪神淡路大震災の時よりも悪い状況を生み出しかねないわね。だから、震災が起きた時は、できるだけラジオなどの情報を聞いた方が良いと思うぜ。私もラジオはちゃんと準備しているわ。ちゃんと使える乾電池も用意しておかないとダメだぜ。そっちの方を忘れていたわ。後で買ってきておかなきゃダメね。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。